地年補給地区、または、キャンプ地年は、現在の沖縄県南城市玉城にあった、米軍基地。旧玉城村の面積の半分近くを占め、面積は175.9ヘクタール。1946年10月から1949年12月まで、米国軍政府が置かれていた。その後、CIA の拠点があったことが、明らかになり、大きな政治問題となった。 1974年に返還され、現在、公園、福祉施設、体育センター、ゴルフ場として利用されている。1945年の戦時占領から使用継続され、旧玉木村の面積の約半分以上8地域を占有し、海軍司令部や陸軍の兵舎、モータープール、倉庫、住宅、ゴルフ場、特殊部隊の訓練基地として使用された。 1946年10月から1949年12月まで米国軍政府が置かれ、米軍の占領政策の中心地となった。1971年、米陸軍基地にカモフラージュされる形で、知念補給地区内に CIA の拠点が置かれていたことが、 ペンタゴンペーパーズで明らかになり、陸軍混成サービス軍地区は1972年7月31日までに閉鎖することが通達された。1974年に知念補給地区が全変換された。1945年6月5日、沖縄戦で米軍が知念半島に到達。米海軍司令部が置かれ、 玉木村と知念半島全域が民間人収容所となる。米海軍司令部として使用された後、米陸軍に移管される。1946年、琉球列島米国軍政府が、串川村 A のから移転し、それに伴い沖縄民政府も石川市東女から、小焼原高台の新里通信所に移転。知念市は、米軍統治政治の中心地となった。 1948年、米陸軍の管轄に移され、モータープール、倉庫、住宅等用、地、四軍共用のレジャー施設として使用された。1949年7月25日、グロリア台風で大打撃を受ける。12月に、那覇市区目の旧上野山国民学校に移転し、軍政府長官市一少将が、那覇市が沖縄の首都となることを発表した。 1951年、朝鮮戦争の最中、陸軍混成サービス軍地区が結成される。1971年6月13日、いわゆるペンタゴンペーパーズとして知られる一連のニューヨークタイムズのスクープによって、キャンプ地面が、米陸軍基地というのは表向きで、実際には陸軍基地を隠れみのにしたアジア最大級の極東戦略の CIA 拠点であることが判明。 大きな政治問題となり閉鎖されることになった。1961年のエドワード・ランズデール将軍からマクスウェル・テラー将軍に送られた極秘のメモには、地年補給地区の沖縄 CIA 支援基地は、準軍事的な訓練、研究、物流施設に加え、秘密収容施設を含んでいたことが書かれていた。1971年9月28日に、 沖縄タイムスが報じたキャンプ地面の記事を、さらに、ヨミタンの米軍基地にあるフビスが、沖縄タイムスが、沖縄の CIA 基地を、ク露と英訳し本国に送信した。1972年7月31日、CIA 基地が閉鎖され、アメリカ陸軍特殊部隊の訓練センター、語学学校などになった。1974年、沖縄に接種地が全面返還される。 2011年6月13日、ニューヨークタイムズのスクープからちょうど40年後、ペンタゴンペーパーズの機密指定が解除され、国立公文書記録管理局などが全文を公式ウェブサイトで公開、全7000ページのうち、これまで明らかになっていなかった2384ページも閲覧できるようになった。2013年、地念補給地区の内部に、 外国人捕虜などを抗勤する秘密収容施設があったことなどが沖縄タイムスの取材でより明らかになった。証言によると知念補給地区では軍人の姿はほぼ見られず職員はワシントンの CIA から約3年交代で赴任していたこと沖縄の別の米軍基地から出入りする米軍関係者はおらず琉球列島前国民政府の最高責任者である高等弁務官ですら 訪問時には、所定の手続きが必要だったという。2017年、沖縄タイムスはこれまで、ほとんど知られることがなかったキャンプ地面について、関係者に取材したロバート・ジャクソン回顧録を連載した。AB、沖縄と CIA ロバート・ジャクソン回顧録、子供のメラ園クの裏に、占領の実態沖縄タイムスプラス。 2021年3月18日閲覧。沖縄県、後知事例知念補給地区 PDF 沖縄県、米軍基地環境カルテ、知念補給地区平成29年3月大上昇保、琉球政府、自治県の実験室、沖縄文庫1992年、知念補給地区。www.pref.okinawa.jp。2020年2月14日閲覧。 米国民政府跡、那覇市歴史博物館。www.rekishi-archive.city.naha.okinawa.jp。2021年3月19日閲覧。マービン・イー・ッタルマン、ベトナムアメリカ、A、ドキュメンテッドヒストリー、グローブプレス、ピアニッシモ、96。 ISBN 9780802133625リトリーブド30エープリル2013報告書は2009年4月29年に CIA が情報公開法に基づき開示。法や沖縄タイムズアーティクルリビールズ CIA アイランドベースハットベトナム介入部隊裏報告前秘密文書を公開。東京新聞2011年1月1日閲覧。 米国防総省秘密報告書。ニューヨークタイムス特約。ベトナム介入の真実感マイナス。アサヒジャーナル。アサヒ新聞社。編30。5から249。h t t p s i s n d l g o j p b o o k s r 0 0 0 0 4 i 2 9 2 1 7 6から00。米国防総省秘密報告書。アサヒジャーナル。アサヒ新聞社。 二25、4から145、https, is, n d l g o j p books, r0000004i287709 から00、沖縄タイムス米 CIA 沖縄基地、元従業員が詳細語る。web.archive.org、2020年2月14日、閲覧。CIA、沖縄に、スパイ拠点登場や潜入。 アジアで秘密工作沖縄と CIA ロバート・ジャクソン解雇録沖縄タイムスプラス2021年3月18日閲覧司令部から協会まで沖縄 CIA 施設地図で確認元従業員の証言裏付け沖縄と CIA ロバート・ジャクソン解雇録沖縄タイムスプラス2021年3月18日閲覧 沖縄と CIA ロバート・ジャクソン回顧録。アジア暴略作戦の拠点森に隠れが特殊訓練も。沖縄タイムスプラス。2021年3月18日閲覧。沖縄と CIA ロバート・ジャクソン回顧録。秘密主義父の任務、詳細わからず。沖縄タイムスプラス。2021年3月18日閲覧。沖縄と CIA ロバート・ジャクソン回顧録。 40年ぶり、地念再開沖縄の基地存続は不正に、沖縄タイムスプラス、2021年3月18日閲覧、ありがとうございます。